こんばんは、篠宮夏樹です。この動画は JR 西日本八代町駅を見ていきます。動画の前半は地図のパート、後半は実際の映像がありますので、概要欄にチャプターがありますので、お好きなところから再生をお願いします。それでは地図を見ていくことにしましょう。今回見ていくのは JR 西日本加古川線八代町駅です。所在地は兵庫県加東市高高大谷口になります。駅の周辺は加古川沿いに住宅地があります。駅の西側は山が近いところにありまして、現在は工業団地もあるようですね。で、この八代町駅、町の中心からは少し離れた場所にあります。町の中心はどこなのかというと、地図を引きますと、そのまま東へ3キロほど移動したこちらがね、市街地となっています。で、ここにね、砂防神社とあります。これね、古い神社で有名らしいですね。で、こちらに市役所のマークがあります。加東市役所です。現在八代町というのはありませんで、2006年に周辺の滝野町、東条町と合併しまして、現在は加東市というふうになっています。で、この市街地が八代町の中心でもあったようで、ここからね、3キロぐらい離れた場所にこの八代町駅があります。まあ、もう少しね、市街地にこの加古川線の線路近づけたらなとは思うんですけど、まあなかなか難しかったんでしょうね。それでは古い写真を見ていくことにしましょう。こちらが地理院地図、1961年から69年の写真となります。地図の中心部、八代町駅、確かに写っております。開業したのは1913年、大正2年になります。加古川線の前身である播州鉄道が国兼駅、現在の薬神駅から西脇まで開通した際に途中駅として開業しました。開業当初は八代口駅という名前だったそうで、まあ確かにね、先ほどお話ししたように町の中心からは離れた場所にありますので、八代口という名前だったんでしょうね。まあこの地図を見てみましても、こちら離れた場所に市街地があります。昔からかなりの市街地だったんですね。そして1923年大正10年に播州鉄道から万丹鉄道、1943年昭和18年に国有化され加古川線となりました。このタイミングで八代町駅という名前に変わったようです。こちらが1974年から78年の写真となります。まあ周辺の状況は昔とあまり変わってないような感じですが、実は駅のね、ここに貨物の取り扱いの引き込み線なんかが昔はあったようなんですけど、それがこのタイミングでなくなっていますね。こちらが1979年から83年の写真。こちらが84年から86年とあまり変化はないようです。しかしこちら2009年の写真となりますと、こちら駅舎が変わっております。昔の写真ですとこんな感じでね、これが旧駅舎のようなんですけど、これが新しい駅舎ですね。現在の駅舎です。加古川線が電化したのが2004年、平成16年ぐらいだったと思いますので、おそらくそれぐらいのタイミングで駅舎が新しくなったようです。こちらが2012年、こちらが2018年と、あまり最近10年ぐらいはね、変わってないようですね。まあ、昔、貨物の取り扱いのあったようなところはロータリーとして新しく整備されて、で、駅舎もかなり新しく綺麗になっています。それでは現在の八代町駅の様子、実際の映像をご覧ください。それでは実際の映像となります。 JR 西日本八代町駅です。まずは駅前からなんですけども、駅前すぐはね、道路となっています。交通量もそれなりにありますので、のんびり立っていると少し危ないかなという場所でもありますね。正面右手の方にはバス、タクシーが止まっているのがわかります。先ほど止まっていたのは兵庫教育大学のスクールバスのようなもので、あとは新規バスも来るようなんですが、列車のダイヤが1時間に1本程度なので、バスもそれに合わせて来るような形となっているようです。それでは駅を見に行ってみることにしましょう。まずは正面に見えるこの丸いところ、プラネタリウムのようなものがねありますけど、まずこちらから見ていくことにしましょう。こちらは待合スペースなんですけども、交流ふれあい館、兵庫教育大学の地域交流コーナーともなっていまして、まあ自由に入れるようなのでね、入ってみますけども、掲示物もたくさんありますし、ぬいぐるみも飾ってありますしね、まあ、天井もすごく高くてなかなか手が入っていてね、手入れもされてるようなので、待合スペースにはいい感じだなという思いましたね。
まあ、エアコンもあるようなので、まあ、夏冬は非常に便利なスペースとなるでしょう。それでは駅の方に入っていくことにしましょう。こちらが改札口となります。正面には IC の簡易改札と券売機が見えますね。こちらの券売機はちょっと新しいものなんでしょうね。あの IC カードがトレイに置けるタイプがね、最近は便利なのかなと思ってきました。さて、この改札口のちょうど右手には時刻表があります。まあ、反射で少し見にくいんですけども、1時間に1本の時刻表となっています。非常に寂しい感じですね。さあ、ホームに入っていきます。ホームの構造は八代町駅対面式ホーム2面2線の構造となっています。まあ、行き違いのできる構造とはなっていますが、まあ、時刻表を見てみましてもほとんど行き違いはしていないようで、1時間に2本来る時があるんですけども、その時に行き違いが、まあ、あるのかなといった雰囲気になっています。ホームは非常に長くて、まあ、かさ上げもしっかりされているようなのでね、整備が行き届いているようにも見えますね。まだまだ元気に103系電車が走っている光景が見られる加護川線ではありますね。今私がいるところは加護川行きのホームになります。反対側の西脇市駅方面のホームへは港南踏切を渡っていくことになります。向こうのホームの様子を見てみることにしましょう。こちらが港南踏切となります。幅は少し広めなのかなといった感じですね。こちらが西脇市駅方面の様子、こちらが駅と加古川駅方面の様子になります。2本に並ぶ線路、有効長は少し長いのかなといった印象を受けました。この駅の1日の平均乗降人員は2021年で746人となっています。町の中心地から3キロぐらい離れている割には利用人数はそれなりにいるのかなといった印象を受けますが、学生さんの利用も底上げにはなっているんでしょうかね。まあ、いずれにせよもう少し町に駅が近ければもう少し賑やかだったのかなといった感じもします。それでは今回の動画は JR 西日本加護川線八代町駅を見に来ました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。